皆さんこんばんは、ブロガーの笠子でございますけれども、ぜひお盆休みや、正月におすすめしたいのが父子帰省、父と子供、パパと子供の帰省をね、進めておりまして、今父子帰省というのがね、トレンドになっているようですけれども、私ももう何年も前から、この父子帰省というのをやっております。私と、子供だけで、実家に帰ると、家族揃ってね、みんなで、帰るというのが、ね、一般的で、なんかもうそれがさも義務かのようになってますけど、結局ね、義理の父母のところに行ったら結局気を使うし、まあ、向こうも気を使うし、みんなね気を使って、何も楽しめない。でもそれだったら我が子と孫だけを連れて行けばそれでいいんじゃないかということで、これね非常に楽です。誰も損をしないので、ぜひ皆さんみんなで帰省するんじゃなくて、ね、自分のところの実家には、父と子供で帰ってんの、妻方のところには妻と子供が帰るという、このそれぞれのところにそれぞれが行けばいいというね、これぜひ皆さん実践していただきたいなと思います。私ももう3、4年ぐらいこの父子帰省やってますけど、本当に気が楽ですし、あとはね、やっぱり父と子だけでいる時間っていうのも持てますので、ぜひ皆さんお盆休みやね、例えば今度正月休みとか、ぜひやっていただきたいなと思います。